楽天モバイルの契約数が好調だ。同社は携帯キャリアサービスへの本格参入4周年を迎えた2024年4月に契約数650万回線を突破。そのわずか2ヶ月後の6月に700万回線の突破を発表した。料金プラン、楽天アンリミット7を2022年7月に開始して以降、3ヶ月間の順増契約数が過去最大数を記録したという。 画像、ユーザーのメリットは、楽天モバイルの料金プラン、じっくり見る、6月末には、総務省より認定を受けた、プラチナバンド、700メガヘルツ帯、の商用サービスを開始。念願の黒字化に向けて、個人および法人に向けてさまざまなキャンペーンやお得なプログラムを展開している。そんな中、なぜ、ここ数ヶ月で契約数が順調に伸びているのだろうか。 校長の理由や近年力を入れている取り組みなどを広報担当者に聞いた。データ無制限、1テラバイト以上使っても月額3278円。楽天モバイルは、携帯市場の民主化、を掲げ、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクに続く、第4のキャリア、として携帯キャリア事業へ新規参入。2020年4月にサービスの本格提供を始めた。 基本料金プランは1種類という分かりやすい料金体系が特徴で、現在は楽天最強プランを提供している楽天アンリミット7契約者は2023年6月に自動移行。同プランの月額料金はデータ利用量が 3GB まで1078円、20GB まで2178円、20GB 以上はどれだけ使っても3278円だ。 公式 X、アットマーク楽天アンダーバーモバイル、では毎月ハッシュタグ、シャープ今月のデータ利用料、で、データ無制限でどれだけ利用したかを投稿してもらう企画を実施しており、過去には1テラバイト以上も利用したユーザーもいたほどだ。それだけ使っても料金は月額3278円となる。1回戦あたりのデータ利用料は月ごとにばらつきがあるものの、 全ユーザーの1ヶ月平均は 24.5GB でした2023年12月末時点。市場全体でもデータ利用量は増えていて、同じように平均値も上がっています。法人向けとして2023年1月に楽天最強プランビジネスの本格提供を開始。 個人向けの料金が利用したデータ容量に応じて連動する上限3256円のワンプランなのに対し、法人向けには顧客のニーズに合わせた7つのプランを用意しており、最も安価なプランだとデータ容量が 3GB 月額1078円から契約できる。700万回線の内訳は非公開としているが、楽天最強プラン、楽天最強プランビジネス、楽天ターボ、ムブ、 モバイルバーチャルネットワークイネーブラー大手キャリアと格安 SIM 提供事業者をつなぐ中間業者的な事業者を合わせた契約数となり楽天最強プランビジネスについてはサービスの提供から1年で1万社以上が利用している